居酒屋の隣の席から聞こえてくる思わず混じりたくなるな筋肉マンに出てくる7人の悪魔超人のお話です。ナレッジアーマードでございます。今日はやつさんとこの頃の思い出話とかをちょっとダラダラとフリートークしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう始まる前からウキウキしちゃいますねこれね。もうなんかねこれほどなんかなんだろう、予備知識 なしで喋れるテーマもないよね。もうめちゃくちゃハマってたからね、筋肉マンね、子供の頃ね。そう、まあね、なんか本当漫画も何度読み返したかっていうぐらい読んだし。本当本当、うん。まあだからあれだよね、このゆで卵先生によくあるこの先週と出てきてる超人違うじゃないかのこれ最たるもんで。まあ有名なね、あの初登場の時のあの謎の超人3人とかね。まあまさに誰だ、今この今画面に表示されているコマが問題のコマですから、我ら7人は超人オリンピックチャンピオン筋肉マンに挑戦状を叩きつける、我々倒すにチャンピオン名乗ることは許さんっつって、まあね、うぞうむぞうが出てきてるわけですけども、そん中に出てきてる七人の悪魔超人を名乗る奴らがいるんですが、あの次の週になるとメンバーがガラッと変わるというね。まず最初のコマでこのセンターを取ってるこの、ね、謎の超人ね。これケツみたいなやつ。センターですよ、だって。マッパローマンだって端に端というかね、斜め下だもん。このね、ゆで卵先生に何があったんだろうっていうくらいのね。1,2,3,4,5,6,7 これさ、あ、この挑戦状叩きつけるって言った次のコマですらもう違う超人出てるからね。しかもこの時はね、8人いるっていう、7人だねっていうさ。これ萩尾本先生、ね、萩尾本先生の13人いるみたいなやつと違うよね。あ、11人いるか、11人いるみたいなもんですよ、これ全然違います。でさらにそのそうなんかあのしかもそのなんだろう、あのその下のコマのね、筋肉マンよ、我々悪魔超人7人の挑戦を受けるんだろうなっていうところにも謎の超人いた、ね、これはね、白髪のこれ、白髪のいるね、これテリーマンの偽物みたいなのがいますけども。なんですかねこの一貫性のなさというかさ、ね、ほんとこれ多分アシスタントに書かせてたんじゃないかっていうぐらい適当だよね。本当にひどすぎるっていう、ね、っていうね、導入部分からグダグダな7人の悪魔超人なんですが、これで、ね、蓋を開けてみるとなかなかの熱戦を繰り広げるんですよね、みんなね。そうなんですよ、ね、まあまあ、あの序盤のもちろんあの超人オリンピックの時までももちろんこうあのなんだろう、人気が出る要素は高かったけど、まあ、人気を決定づけたのがこの7人の悪魔超人編なんじゃないですかね。確かにね、あのね、超人オリンピックでも、まあ、熱くなってて、まあ、その辺はもう、その辺でもアニメ化は決定してたのか してたかやってたのか、そうだろうね。うん、うん。なんだけど、やっぱり本格的なバトル漫画として開花したのはこのシリーズからだね。そうだね。ああ。だ、うん、本当にもう夢中で超人の、これ、かっこいいなと思って絵を、あの、模写しだしたっていうのはこの頃からだって入院記憶してますね。そうですよ、やっぱね、そのあの団体戦というかね、あの各々がそれぞれ別の超人と戦ってみんな生きて戻ろうぜみたいなさ、うん、まさに友情じゃないですか。そうなんだよこれ、ね、うん、努力友情なんだっけ努力友情勝利、友情勝利、うん、そうだ、ジャンプのテーマに忘れるなよ。ジャンプのテーマにがっちり合致したね、ね、こんな分かりやすい、そうそう、本当分かりやすく書くことに関してはこの先生、ゆで卵先生って本当すごいですよね。さすが一時代を築いただけあるかなと。そう、そしてこの読者から募った超人のアイデアをもう本当に謝礼もなく、もう縦横無尽に使い倒してですよ。なんかネオさん、いちいちその謝礼もなくとかさ、なんかバカにしやがってとか、そういうネガティブな感情を時々挟まりますよね。いや、私ね、これ、私も超人をこれ応募した立場としてはですね、あの、はいはい、あれですよ、もうあの共和人の人のパクリやがってって気持ちは分かりますよね。でも採用されたら嬉しかったね。そうそうですね。これね、本当ね。だって一生自慢できるもん、こんなん。ね。だからバッファローマンなんかね、栃木県の高久くんとかね、ね、あの、栃木県に高久くんって友達僕いますからね。そうね。本人じゃないと思うけど。同一人物は私も友達です。特
かね。笑ってしまうね。笑っちゃいますよ、本当に。で、今頃これバッファローも考えた人ね、まあ今頃っていうか今はもう戻ってないんだけど、当時多分すごい熱狂を持って周りからヒーロー扱いされたんだろうなと思いますよね。そう、絶対ね、うわぁ、お前の通ったんか、みたいなね。ね。まあラーメンマンにしたってモンゴルマンにしたって、まあラーメンマンなんかはスピンオフまで出てるからね、本当にそうそうそう、ねあの大宮の小宮くんですかね、そこ何度も出すね、ね。そうなんですよ。もう結局これ採用された当時の少年に対して非常にこうルサンチマンを貯めてる私なんですけども、嫉妬の炎で。まあねでも本当。うん。まあ、そうなんですよ。超人募集は夢がありましたね。夢があった。うん。あの、茶まごもそうなんだけどね、おぼっちゃまくんもね。そうだね。うん。そうそう。うん、まあ。まあまあ、7人の悪魔超人の話に入ってきます。入ってきますんだけど、これがまた、このウォーズマンが、あんだけ人を繰り広げてたウォーズマンが、いともあっさりやれるということで、これが、悪魔超人がいかに格上の超人かっていうのを、このがっつりこう、示すわけよね。でもさ、これそもそもあの超人ホイホイに入ってたっていうそのこの設定は何なのっていうさしかもなんかあのこの悪魔超人が解放される原因になったのがあの筋肉マンの胴上げに混ざってきた怪力女がなんかあ、そう宇宙まで行ってね。やった瞬間なんか宇宙まで飛ばされたっていうさ、なんか整合性も減ったくもない、この悪魔超人の解放の仕方というかね。そうだね、そう、確かに。ひどすぎるでしょ、これ。で、このスイッチ絶対触るな、宇宙警察っていうか、当たっつって。すごいなんか子供騙しというかね、なんかまあ分かりやすくてなんか怒る気にもなれないっていうのが正直なところなんですけどね。いや本当、久しぶりのシャバだっつって目指すは地球だっつってみんなあの黒いなんか顔してますけど、これもあのセイントセイヤでも使われているみんなの顔だけ黒いっていうやつらにこうね、受け継がれている。これね、でもあの後の筋肉マン、37巻以降の筋肉マンで悪魔超人がまた出てくるときこの格好してるんですよ。これさ、やっぱりさ、なんていうか、この適当に書いたやつをさ、全部伏線としてさ、無理やりさ、回収していく、今のさ、ギャングのような、ゆたまご先生の手法ってすごいな、と思いますよね。いや、でもね、なんか、それで興奮するように我々仕立てられちゃってるんで、ね、なんか、何やっても、おーってなっちゃうんですよ。洗脳ですよ、洗脳。うわ、これ面白いみたいなね、なんか、うん。面白い。当時それなんかバカにしながら、冷笑しながら笑ってたじゃんみたいなさ。そう。そういうものもちゃんと回収されるとなんか改めてうおーってなっちゃう。そう。これはさ、誠しやかにさ、これは実はこの時の伏線だったのだよ、ふふふみたいなこと。ないから、そんな絶対ないから。で、なんかね、30年ぶりの伏線回収みたいなのがトレンドに上がったりとかするわけじゃん。そんなわけねえだろって。っていうか、7人の悪魔超人入ってないですよ、ね。もうすでに8分も話してますけども。これどうする、順番的に何最初戦った順に行きましょうか。そうだね。ステカスキンから行きましょうかね。はいはいはい。うん、まあ、ね、いきなり、ウォーズマンをね、なんていうのかな、ダウンさせてしまうっていうこの強さ、強さを見せる。さっきね、ネオさんおっしゃってたように。そうなんですよ。このね、なんとかシンフォニーつってやるわけでしょ。そう、地獄のシンフォニーですね。地獄のシンフォニーつって。なんだけど、もうこれ、もうデザインからして、この、なんつうの、この当時の、このメディアが、の、メジャーなメディアがカセットだったっていうことを表していて、この手も、足もこの、なんかの、スピーカーになっていて、うん、もうデザインとしては秀逸だよね、これね。でも、これはあれなんですよね、その埼玉県の吉田くんなんで、ね。全部名前言って、全員名前言っていくつもりですか、あなた。いや、言わない。いやいや、でも、いや、だから、別にゆで卵の功績ではない。そう、デザインじゃないんだけど、すごいよね、この人ね。この人なんかもう、このなんかデザインだけで、なんかもう、プロダクトデザイナーとかなれるぐらいの、この完成度の高さだと思うんだよね。まあすごいですよ。まあもちろんハガキに書かれてた絵がどうだったかはわかんないから。うん、そう。でも、まあ、ね、もうこの時点でインスパイアっていうか、まあパクリやろって話なんだけど。うん、ただこの、その、超人大全集っていうこの背中のランドセルに入ってるカセットを再生することによって、その超人の力を引き出すことができるっていう、めちゃくちゃすごいアビリティを持ってるんだよね、これね。そうですよ。これはね、本当
なんかその超人の癖までこうちゃんと真似するっていうね。そう。まずこの再生、まあこれを再生できるセカセキもすごいんだけど、このライブラリーを作った何らかの力がすごいっていうことでね。本当本当で、これなんかもうカセットテープを再生させてデータをロードするっていう方式は、もうフロッピーディスクよりも前の時代の、まあ、あれだよね。ああ、なんていうの、ファミリーベーシックみたいな時代だよね、これね。はいはい。あの、本当に。これでも、試合前にさ、あの、綿棒でテープヘッドの掃除をしてるところがさ、なんか、チュールでさ、なんか、なんかあれだよね。これって結局、あの、侍がさ、刀を磨いてるのと同じ状態だよね。ね。これすごいよ、ね。まあ、かっこよく言えばそうですね。そう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 。あの、侍がさ、刀あの、ポンポンポンしてるやつ、状態だよね。まあ、そういうことですよね。面白いよね。で、縦筋肉マンつってね。ゴーリ大輔の声で言うわけでしょ。そうですよ。うん。で、これはラーメンマンの癖だって言ったんだけど、顔つきまで似るんだよね、これね。そうなんですよ。そうそうそう。うん、そう。まあでもまあ、はいはい。いろいろ強いんだけど、あの、本人自体は全然実は強くないっていうことなんだよね。そうそうそう。うん、超人大全集を取ってしまうと、まあ、バッファローマン曰くのね、最弱、なんだ、悪魔超人の中でも最弱っていうね、うん、そういうポジション。まあ、要は、逆に言うと、その超人大全集に無限の可能性があるということね。そう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 。ここだから、これ何らかの力がすごいってことだよね。超人大全集を作り上げた。ね。まあでもね、この悪魔のシンフォニーですか。悪魔のシンフォニーでね、100万本とか、すごい、ことで、そうそうそう。鼓膜を破るっていうか、これは、なんか、なんつうか、この、一体、この、なんで縛りだか何本だかっていうのが、この、分かってない人が、とりあえず100万って言っときゃいいみたいな感じがするよね。そうそう。これも空想科学の本かなんかで、100万本ってどれぐらいっていうのをなんか調べたら、なんか、東京都一帯全滅するとか、とりあえずすごいなんか、とんでもない話だったっていうふうには確かに書かれてる。ゼットンの火球が一兆とって言ってるもんだよね。そうそうそう。銀河が滅びるっていうのと、同じで、やっぱりね、そういうの気になる人はやっぱ、調べるんでしょうね。そうなんだね、面白いね。これ本当100万本ででも落語を聞いてたから聞かなかったっていう理屈もすごいけど、ね、そう、お笑い出してね。100万本だったら死ぬだろうみたいな、ね、落語100万本の落語って本当にすごい破壊力で、もう落語とかどうでもいい、ただの音じゃんそれっていうさ。いやもうこれさ、ステカセキングの話だけで本当1話分取れるぐらいのすごい突っ込みどころが多い超人なんだけどさ、これでもあれなんですよ、ステカセキングは筋肉バスターの初の被害者なんですよね。あ、そうだ、筋肉バスターっていうのをここで開発したのが披露されるんだな。そりゃ筋肉バスターっつって、あれ3年前の筋肉マンとは違うって、これで3年前の筋肉マンというカセットがあるっていうのが衝撃だよね。そうそう、わかりにくいよね、大体3年前の筋肉マンって。それこそなんかあれか、まだヒーローやってた頃の、そうそうなんだね、始める前の、そう筋肉マンなんだろうけど、そういうことなんだね。この頃のこの時間軸で言ってるからわかんないけど、今わかんない、ね、そうですね。いやもうなんか一人目でもう13分ぐらい話してるっていうね、このやばい状況。いや全然終わりませんこれは。本当に音楽の時間がとっくに終わっていたのかっつってね、この ラジオなんだよね。この人ね、ラジオも兼ねてるんだよ。これがすごいよね。ウォークマンって当時ラジオ兼ねてたのかね。この当時は兼ねてないんだよ。この当時は兼ねてなくて、本当に90年代の半ばに入ってようやく、このラジオを兼ねてる、ウォークマンっていうのが出てくるんだよね。ああ、じゃあかなり時代を先取っていた。早い。だってこれ80年代の前半とかでしょ、きっと。80年とかでしょ多分。そんなに前だっけこれって。80年か81年でしょ。ああ、そんぐらい前か。すごいことだよね、これね。ああ、そんなことない。ごめんなさい。82年の10月15日に第一冊だから。まあでも81年から2年にかけてぐらいですよ、ね。まあ多分、この頃はこういう機能の、あれはないと思うんだよね。で、イヤホンってもなくて、多分ヘッドホンで聞いてるんだよ。変な、なんかスポンジの。上が針金になってるような、この頃の音楽って。で、なんかなんかなんだっけ、ローラースケートみたいなの履いてる、で、街を
滑ったりして、西海岸的なああいう感じだったんでね。ゆかさ、あるけど、そろそろ次の超人がね。そうですね。これ何3回ぐらいに分けないと、全部認識できないんだけどさ。まあそうですね。という感じで、まあ、あんまりダラダラ喋ってもしょうがないんで、導入部分と捨てかせキングだけで、とりあえず1話終わりましょう。ありがとうございました。何話続くんやろ、ということでした。じゃあ、とりあえず第1話終了です。はい、はいはい、じゃあねー。はい、ありがとう。